感染が発表されたのは20代から40代までの4人で、このうち3人の感染経路が分かっていません。南国市の保育園に勤める20代の女性職員は、おととい発熱し、きの陽性が判明しました。保育園には今月12日まで勤務していましたが、園児に濃厚接触者はいません。同僚の職員数人の PCR 検査を進めていて、 保育園は昨日から休園しています高知市の学校に勤務する30代の男性教師はおとといの帰宅後に発熱昨日の朝、平熱に下がったため出勤し授業を行いましたが倦怠感が出たため午後から早退していましたその後、医療機関で陽性が判明しました県は男性が常時マスクをしていたことや学校の換気が十分だったとして 濃厚接触者はいないとしています。学校は休校していません。これで県内の感染者の累計は1,148人となりました。3人が重症、4人が中等症です。